一般的に花粉症の主な原因は、季節的な植物の花粉やカビ、チリやダニなどのアレルゲンと言われています。これらのアレルゲンが気道や目に入ることで免疫反応が起こり、炎症を引き起こすことが花粉症の原因とされています。花粉症の対策としては、マスクの着用、部屋の換気を控える、目薬や鼻スプレーの使用、花粉の飛散量が多い日の屋外での活動を控えるなどが挙げられます。また、医師の診察を受け、適切な薬を服用することが推奨されています。一方で、花粉の時期ではないにもかかわらず花粉症の症状が出ること、一歩も外出していないのに花粉症の症状が出ることがありますよね。そして、その日によっては、花粉症の症状が出ないこともあります。つまり、花粉やカビ、チリやダニなどのアレルゲンが直接的な原因ではない可能性も否定できません。そこで、花粉症の本当の原因と対策に関して、神様と対話しましたので、その内容をシェアしたいと思います。詳しくは神様との対話ノートの記事を読んでくださいね。